今回、年にしましょうか、年。いや、あの、スマホの12万回見たんですけど、めちゃくちゃ若いですね、久保さん。<laughs> 若い <laughs>。まあ、僕もね、40、今年で40になるんですけど、いやー、この久保さん若いですね。なんか、初々しいですね。まあ、このあたりですよね。2014年なんで、まあ、今から6年、8年前ですか。まあ、ここあたりですかね。なんか、ネットビジネス始めて。いやー、若い。若いですね。 アップロードありがとうございます。助かりました。スマホで撮った動画をどのようにパソコンに送るんですかこれあるじゃないですか。天才。2年前、天才ですよ。天才。デスクトップに移動できないんですけど。いやー、ほんとね、あれですね。あのー、やったもん勝ちですね。ほんとに。 本当にやったもん勝ちだと思います。まあ僕もいろんな動画アップしてますけど、いっぱいいろんな事例があって面白いなと思います。あこんなんでもいけるんだ、みたいなね。だからこれからもねあ、動画をね、いろんな種類をアップロードするっていうのは、いろんな発見ができていいかなと僕は思いますね。多くの人が発見できない気づきを得られますね。いっぱいアップすると。いってらっしゃい。